雷戸の駅は、富山県にあった、立山黒部観光無機場電車線の駅。トンネル内に設けられた、道線唯一の途中駅であった。登山客や田んぼ沢下りのスキー客用だったが、肝心の登山道が崩壊したため、長らく休止状態となっていた。そのまま営業が再開されることはなく、2013年度をもって正式に廃止された。駅の位置は、 室堂を出発し、すれ違い地点を過ぎると正面に日中港が差し込んでくるトンネル出口が見えるが、そのトンネル出口の手前で本線が左折する箇所である。1996年のトロリーバス化の際に、駅の新設と駅近くへの変電所設置が計画に盛り込まれた。2016年現在、駅施設は撤去されているが駅出口などはそのまま残されている。また、 トロリーバス車両の車内には雷戸の駅利用客用の押しボタンが残されたままである。東一の越から望む縦山の大山、雷戸の駅から東一の越へ向かう登山道からの設計と、縦山登山道が崩落する以前は、雷戸の駅から縦山の南東斜面をトラバースして東一の越へ至る登山道が利用できた。登山道は、 何か所かの設計を横切っていた。東一の越で黒部ダムと室堂駅を結ぶ登山道に交流する。駅、出入り口であるトンネル高校は黒部平駅の展望台から目視可能である。ありがとうございます。